1 for the 勇気 2 for the 度胸 3 for the 覚悟俺らバクト。器物損壊事件の全容、その当日に起きた全てを完全版でこの後お送りしたいと思います。まあね、説明してもちょっとしょうがないんで、動画をね見ていただいて、ストーリー的にこう順を追って流していきますので、まずは起きたことを見ていただいて、でそしてこういう風になった、でこういう風なことが起きたっていう、その当日に起きたこと全てをまずはご覧ください。1日目の映像になります。坂道を実際駐輪場に登ってきた犯人が、ここでまず僕のちょうど中心、矢印があるところですね、このピンクの自転車に気づきます。そして自分の自転車を止めると、僕の鍵のかかった自転車の後輪を持ち上げて、はい、でそちらの奥の方へ移動します。ここは住人、他の住人がいるにもかかわらず、全く気にする気配もなく、堂々とこの自転車の間をすり抜けさせていって、その向こう側に砂利で少し低くなってる隣の敷地があるんですが、そこに向かって迷うことなく放り投げて部品も飛び散ります。そしてその後、このどうだという歩き方、ふざけてますね。これを見て僕は相当頭にきましたよ。はい。で、続きに続きます。これは2日目の証拠映像になります。犯人は坂道を登ってくると、僕の自転車が別のところにあるのに気づき、また迷わず僕の自転車に向かい、自転車を砂利の方に投げ捨てることになります。これによって自転車は壊れ、そして傷つき、ですが犯人は何事もなかったかのように自宅へ帰っていくことになります。この2日分の映像を僕は確認して、怒り心頭で警察に電話で連絡を入れ、呼びつけて被害届を出そうとしている時に、間抜けな犯人はまんまとこの現場に現れたので、僕は現行犯で犯人を捕まえて、この後の続きのあるブチギレ編につながるんですが、そのブチギレ編で、その犯人に切れている映像、また犯人が家に逃げようとしているところを僕が追いかけている映像なんかをお届けしたいと思います。はい。舐めてんのかお前なあ、なぜあんなことすんだよ。邪魔なら投げ飛ばしていいのか。さっきもわざわざお前止めてまで倒してるじゃねえか。映像に映ってるぞお前、証拠あるんだぞ。何色は色じゃねえよ。ピンクの自転車お前やってんだよ、わざわざ。覚えてねえとは言わせねえよ。おい、はい、何の目的でやってんだこれ。邪魔だから。邪魔なら蹴飛ばしても吹っ飛ばしてもいいのかこら。だから俺一言言ってねえじゃん。やってるじゃねえかこの野郎。じゃあお前この自転車を飛ばされたらどう思うよ。どういう気持ちだ。おいおい聞けよこら、どういう気持ちだっつってんだこれ。あまり気は良くないよね。昨日も今日もやってんだよお前。気は良くない、うん、じゃあやっていいのかお前。だから俺やっていいなんて一言言ってないじゃん。やってるじゃねえかこの野郎、うん、あこれからもやんのかお前。やりま、これからも やるんですかって言ったからやりませんって言ってるじゃん。お前何号室だ。そこまであれ何号室言う権利があるだろうが。被害届出せばお前器物損壊だぞお前。こんなものじゃ分かりました。やってることは認めてんじゃねえかよお前。しらばくれれるの。映像にも映ってるけどやってないって言えれるんですか。そんなこと言っていません、うん、やってるよな。やってました、うん、じゃあなんでやるんだよって。邪魔なら投げてもいいの、壊してもいいの。それって犯罪じゃないんですか。確かに犯罪です、ね、犯罪ですよね。あのさ、あのさじゃねえんだよ。壊してるのはどっちだ。おい傷ついてんだよ自転車が。だからどうす、直してくれますか。おいおい、そんなことしてる場合じゃないんじゃないんですか。
よく出てきてくれてよかったよ、ちょうど、うん、待ってたんだよ、わざわざオタクのために俺はここで待ってたの、昨日も今日もやられてるのを待ってんだよここで、はい、何しらばっくれてんだよ、お前相手悪いな、いいよ携帯なんか、なんでそういうことするんですか、嫌がらせですか、邪魔だから通れるじゃんか、ここの駐輪場はあなただけのものですか、違います、じゃあなんで自分だけのもののようなことやってんの、自分は綺麗に乗ってるね、俺のハンドルもサドルも傷だらけさ、あんたに転ばされたおかげで大切に乗ってるものが傷だらけさ、どうですかそれって、はい、よく分かります、ああ言ってることはよく分かります、ああだから何号室ですか、それはちょっと言えない、被害届出しに行くんでちょっと教えてください、ああ、そうです、そういうことです、何号室ですか、男何号室ですか、上に住んでます、上ではだから僕は被害者だ、あなたが伝える番だ、うん、まあいいや、管理人さんに聞けばいいね、じゃあ、あ管理人さん明日来ると思うよ、ああじゃあそれで聞きますよ、じゃあお名前だけ教えて、さんね、はいはい、いろいろじゃあもう悪かった、待っててくれ、何悪かった、ご迷惑をおかけしました、当たり前だろそっちが最初だろ、うん、何お前開き直ってんだよ、はがきからよ、こっちは投げ捨てられてんだよ自転車が、この気持ちわかるか、わかります、え、お宅の自転車その線路に放り投げられてどうだ、もしそんな時どんな気持ちになる、大切な自転車乗ろうと思ってきたらこのまま吹っ飛ばされて傷だらけになってたらあなたどう思うよ、 あんまない今日よくないね、よくないどころじゃねえだろうが、よくないどころで済むか、すまないね、見つけて犯人が誰か、そういう気持ちにならねえか、わかります、なるよな、はい、だから言ってんだよ、迷惑そうな顔してんじゃねえよ、こっちが迷惑なんだよ、わかるか、わかりました、ああじゃあ待ってろ、いいな、そういうの逃走ってなるぞ、逃げるってなっちゃうぞ、大丈夫ですか、身を隠れしません、じゃあそのままやって、ここでお待ちください、なんで何を言ってるんですか、え、何を言ってるんですか、だから部屋までは確認するでしょ、だからここでお待ちくださいって、そしたら警察が部屋まで行かなきゃならないでしょ、わざわざ、うん、だから警察来たら俺はちゃんと反応します、反応じゃない、いいこっちは被害者ですから、犯人逃がすわけにいかないでしょ、だって取り押さえた方がいいの、んじゃ逮捕権利あるよ一般人も、好きにすればいいじゃんけ、何好きにしてください、好きにすればいい、殺すなり逃ぐなり、なんで殺さなきゃいけないんですか、殺すなり逃ぐ、逃ぐ、いやいやいや、僕の自転車は投げ飛ばされてるんですよ、殺すなり逃ぐ、逃げるな、俺何も、俺は悪かったけどもさ、勘弁してくださいよ、2日連続やられてるんだから、これ言ってください、いてくださいっつってじゃん、ここにいてくださいって、早くトイレ行ってきてよ、うん、だから来るからいい、さっき俺言ったけどエレベーターのところ待ってた、なんであなたの言う通り、ただいまの時間は、朝の5時ですね、ごめんなさい、今からですね、あの自転車の事件のおじさんのところに突撃して仲直りしたいと思ってます、はい、すいません、ぜひ無事に仲直りができるか、こうご期待してくださいよ、
実はあの後にもね、普通に会って仲直ししたんですよ。今日はね、お家にお邪魔できるか突撃したいと思います。はい、今からお部屋の方にね、部屋の番号とかはちょっと言えないですけども、ちょっとお邪魔してきます。じゃあ一回切りますね。たびたびごめんね。はいよ、ごめんね。はい、大丈夫。またいい、うん、ちょっとよく言ったら電話番号を聞いておきたかったなと思って。はい、はい、というわけで、このね、器物損壊事件でブチギレる中村についてなんですけど、実はこの後何個かいろいろ起きたことがあるんですけど、一つはまずそのおじさん自体は実はもう今友達になってて、で彼とはすごく仲良くもなってて、日頃からまあもちろんそれで顔も出してもいいっていう許可も得ててね、今こういう形で、もう実は1年ぐらい前にこれ上げてる動画なんだけど、一旦非公開にしてて、でも面白いからやっぱ上げようかってことで再開して今また戻してあげてる状況なんで、実際この日もね、実は警察も呼んだんですよ。で警察が来て、俺はその時は本当に怒り心頭で、やっぱ被害者だから、そうは言っても内容的になんか被害者、加害者みたいななんか怒りぶりになっちゃってたけど、だけど実際警察を呼んで、まあ、被害届で器物損壊を出したいっていう意向で呼んだんだけど、これがね面白いもんでね、なぜか俺がまあいるじゃないですか。で警察が、まあ、大勢来たんですよ。まあ、いろいろ刑事課とかも来て、器物損壊を担当するで、まあ、約10人ぐらいが来たんだけど、で俺が被害者です、免許証を出しました、でなんか免許証でいろいろなんか紹介するんだよね。向こうでなんか遠くの方のパトカーでさ、なんかこちらなんとかクックックッとってやってんだよ。でそれでさ、その刑事が戻ってきたらさ、急に態度変わりやがってさ、なんかお前前科あるだろみたいなこと言われて、なんか俺が前科あることがなんかダメなみたいな、じゃあ前科持ちは被害者になっちゃダメなんですかっていうな、逆に警察と喧嘩になっちゃって、この後で、うん、だからなんか落としどころはなかったんだけど、ただなんか俺も被害者なのに、なんかそういう前科があったら結局話をそうやって聞いてもらえなかったり、態度もなんか横柄になられたっていうのはこれ嘘じゃなくてあって、それはちょっと正直警察にその時不幸があったんだよね。おかしくねって、だってそう言っても本当に被害に遭ってるから、自転車だって傷だらけになっちゃったし、で、まあ、今もその自転車持ってるんだけど、まあでもね、1年前からもうずっと乗ってる自転車で愛着があるから乗ってるんだけど、ただそう警察呼んだけど結局事件っていうところにはならずに、まあごめんねっていう話と、まあ実際俺も仲良くなったから、ね、それでまあいいよってことで終わったんだけど。なるほど。そうだからなんかそのおじいさんに恨みももちろんないけど、なんであんなことするんだろうなって遡ると、やっぱりアルコールが入ってたってことが一番のそのきっかけで、やっぱアルコールが入ってそういう依存症みたいなところもやっぱあるみたいで、それであったらまあしょうがないとはやっぱ言えなかったけど、でもやっぱそういうことによって何か邪魔だなこの自転車って、で最初の1日目の自転車を置いてあった場所もなんかこう邪魔じゃんっていう意見も実はあったんですよ。前挙げた時にあれなんか止めちゃいけないとこ中村さん止めてんじゃないのってコメントもあったのに、ちゃんとしたそこはね駐輪スペースなんですよ。そこの間にちゃんと通路になってて、そこの自転車ここ止めていいよのとこに止めてて、だけどやっぱ位置的に邪魔に感じたのかこうやったって言ってるけど、まあ、本当にそれがそうだったのか俺には分からないんだけどね、結局本人じゃないから、まあ、だけどやっぱああいうことはなんかのイラついてたことがあろうが、お酒が入ってようが、やっぱ知ってほしくはなかったっていうのはまあ一番の、まあ、この動画の伝えたかった部分で、なんか自分ででもこの動画見ると結構怒ってたまあ最後改めて思いました、はい、まあ、久しぶりに見たけどすげえキレてるな、はい、でも、うん、あれですね、いい注意喚起の動画にはなりそう。まあそうだね、はい、まあ、そういう意味では皆さんこういうことも世の中で起きてます、はい、だからその辺も気をつけて交通ルールはしっかり守って、はい、運転しましょう、はい、以上そんな感じの動画でした。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい。